ミコワイ・ラジビウ、ルディ、または、ミカロユス・ラドビラル・ルダシスは、ポーランド・リトアニア共和国の大貴族、公焼け。ルディは、赤色を意味する衣装で、同姓同名の黒髪のミコワイ・ラジビウと、区別するためにそう呼ばれた。ミコワイ・六世イ・ラジビウとも呼ばれる。リトアニアダイエットマンを務めたイエジ・ラジビウの長男として、ビリニュスで生まれた。ルディは、 ビリニュス城代を務め、リトアニア大法官リトアニア大へ、トマンの兼職にあった。また1547年、ラジビウ家の一族と共に、神聖ローマ帝国の帝国諸行の地位に助せられた。ポーランド王、ジグムント2世、アウグストの2番目のヒバルバララジビウブナの実刑であったため、国政に大きな発言力を持った。ルディは、長年、軍司令官であるへ、 トマン職を務めていた。ポーランド・リトアニア共和国ではさほど名のあるヘトマンだったわけではないにもかかわらず、国王ステファン・バートリの知性には、モスクワ・ロシアによる共和国に先ぶ国境への侵入を防衛することに成功した。また、ルディの政治的経歴は、中帝ミコアイ・ラジビウ・チャルヌイとの名友関係によって築かれており、対抗国内の誠意の拡大のために彼と協力して、 リトアニアの多くの有力貴族家門と敵対した。この同盟関係は、ラジュビウ一族に、王朝的な共同関係を結ばせることになり、また、同家の家族的利害関心は、共和国のマグナーとたちの関係に強く、影響していくこととなった。ルディはリトアニア大公国の主権の擁護者となり、1569年の、ルブリン合同ではこの政治的合同にはっきりと、 反対していた。多くのマグナートとは違い、リトアニア対抗国の利益に反するものだとして彼は、合同に関する法令に署名するのを拒んだ。また彼は、共和国において、プロテスタントに改修した、最も有名な人物の一人であり、彼の子孫たちは、1695年に、最後の末裔であるルドビカ・カロリナ・ラジビウが死ぬまで、 リトアニアのカルバン派協会の熱心な被護者であった。ありがとうございます。